朝前館は、江戸時代後期、越後長岡藩青津村に存在した私塾である。天保4年に、漢学者、鈴木文大によって創設された。明治45年まで、約80年間、北越を中心に1000人以上を教育した。明治22年8月の文部省官報では、三与堂とともに、北越の私学の創壁とされている。昭和42年には、 朝鮮館学塾資料283点が、検視定文化財となった。現在、跡地には、資料館があり、朝鮮館や鈴木家についての資料に加え、1837年に落下した米農ノ隕石のレプリカを展示している。2016年6月には、資料館近くの鈴木家本家の跡地に、高齢者生活支援施設、朝鮮の里が開所する予定である。 初代修、三38歳の時に近隣の師弟を集めて、官学を教えたのが、朝前館の始まりである。両館との信仰でも知られる。二代監修、小川家に生まれ文大に指示し、後に、文大の次女聞くこと婚姻、朝前館を継ぐ。子に書き縁、飛学、表剣、剣次男。朝前館で教授し、また、西館原中学校の官学教師ともなった。 三代官主、県三男朝前官閉官後は、青津郵便局初代局長となる。母親戦争の際、長岡藩は、河合継之助の指揮の下、奥上越列藩同盟に加盟し、新政府軍と先端を開き、北越戦争が勃発した。しかし、長岡藩にあっても、河合の方針に従わず、新政府軍に組みした勤労主義者が存在し、その中に、 朝鮮館出身者が多くいた。朝鮮館出身者の高橋武之助らは、1864年、正義隊を結成し、同じく朝鮮館出身の長谷川哲之進も幹部に、加わった。他の朝鮮館出身者に、久保沢園一、八木下康太郎などがおり、館主の県自身も関与していた。母親戦争が始まると、高橋らは、 長岡藩の情勢を新政府軍に報告し、おじや断判決裂の一員となったとも言われている。文鬱は彼らの活動を良しとしていなかったらしく、文大と県の間に確執があったことが、県の日記から伺える。一方長岡藩に従軍した、朝鮮藩出身者もいた。長谷川康氏は、河合嗣之助に見出されて、長岡藩の軍医となり、戦勝者の治療に当たった。 左足に重傷を負った河合を最初に見たのも、長谷川であったが、治療の会なく、河合は死去する。別の朝鮮館出身の医師竹山敦は官軍に、属し、高崎藩の範囲となったから、同門の出身であり、後の新潟を代表する著名内者が、敵味方に分かれて従軍していたことになる。ありがとうございます。